ラジオネームダイエットは明日から。有吉さん、童貞カッパのミイラことアンガールズ山根の野郎が野球観戦デートを報じられマスコミに対してこんなことを言っていました。本当に一般の人なのでこれからはそっとしておいていただけると嬉しいです。おいカッパ、お前ついにやったな。田中さん含め俺たち童貞裏切りやがったな。てめえは少し前から童貞の割にはちょっと透かしてやがると思ってたんだよ。まさか本当に女とよろしくやってたとはな。見損なったぞ。お前は俺たちと作った童貞鉄の掟をもう忘れちまったのか。鉄の掟その1、女性と関わりを持たない。その2、ギャルは無視する。その3、セックスは一人でする。この3つだ。そしてお前はこのうち2つも掟を破ったんだよ。そんなお前がこの先どうなるかわかるか。そう、死ぬんだよ。お前は田中さんと俺たち童貞の怒りと怨念によって呪い殺されるんだ。まあせいぜい余命を楽しみやがれ、エロガッパー。追伸、セックスって気持ちいいのかな。本当に久々に北方先生の言葉送りますよ。来たね、ソープに行けるし、ね、ホットドッグね。山根に聞くなよ。でもこれなんか球場行ってデートしてるとか、そうそうそう、ツイッターで載せられたりとかって ね普通の人でね、はい、かわいそうだね。本当にクズばっかりだもん、ツイッターなんかね、バカ野郎だよ。